はい、どうも、にまるです。今現在、この隔離施設で、なんもないんですけど、ちょっとここを畑に改造しようと思います。早速やっていこうか。で、村人がちょっとまず邪魔せんように、こうちょっと埋めとこう。よいしょ、降りてこれんように。ゴーレムはちょっと邪魔じゃな。これはしょうがねえわ。はい、こんな感じで、ちょっと邪魔じゃな、ゴーレムで。ここはちょっと岩がいいな。ここ2マスは村人が飛び降りてくるかもしれんけえな。ちょっと岩にしときます。で、あとこの辺は全部土に。間違えた。埋めとこう。よし。じゃあまずここを全部掘り進める。やっぱ効率がついてるとすごい早いな、ダイヤモンドのつるはし。また穴があった。ここはちょっと埋めとかんとダメだよな。ここは埋めとかんといけんわ。水流すから後で。早い、掘るのが。で、ここは水だから。よし。あれ？降りてきた。降りてこれるんじゃな。いいや。今んとこ邪魔じゃないし。で、あと残りを土に。だいたい水から4マス離れたところまで畑になるんで。よし。一応農民が畑仕事してくれるのは確認しました。なんか勝手に取って勝手に植えてますね。よし。ちょっとやっぱ気になるな、ここ。なんか気になる。間違えた。なんか気になるな、やっぱこういう隙間は。よいしょ。んで、ここは一マス上げといて。で、ここを一マスずつ埋める。これ後で水が満タンになるのをやりやすくするためにやってます。で、水バケツ。水バケツ。よいしょ。あれ？あれ？あれ？あ、掘れすぎた。掘りすぎたよ。またやっちゃった。ダメだ、シャベルはいけんわ。掘りすぎ、掘りすぎ。よし。で、あとは等間隔に水を埋めていくだけ。よいしょ。よいしょ。これでもう一つ。これで水が溜まったな。あとはこれを壊す。
よし。で、あと半板で蓋をしてやる。蓋せんでもいいんだけどね、一応こう村人があたふたするのが嫌だから、こうしときます。はい。クワがいるな、クワが。クワ。あと何入れようかな。人参とかぼちゃにしようかな、ここは。あ、人参とじゃがいもか。人参とじゃがいもを植えとこう。で、クワで、はいはい。ゴーレムが畑荒らさんかな。大丈夫よな。よし、完成。あとは人参とか植えていこうか。人参、じゃがいも、人参の列でいこうか。じゃがいも。で、持って人参。小麦は十分あるんでね。で、じゃがいも。これで完成。あとはここちょっと蓋しといてやろう。しばらくちょっと様子見で。村人殴らんように気をつけながら。よし。雨ですね。おう、なかなかいいじゃん、見た目。これであとは村人が畑仕事してくれるのをちょっと見届けようかな。よし。はい。というわけで、まあ隔離施設を改造して地下菜園作成しました。ではでは。